スーパーマリオラン、なんか結構ハマっちゃいましたね。それキノピオラリー、あまり好きじゃなかったんだけど、最近面白さが分かってきた。ハロー、やっぱし、対戦っていいですね。直接対戦じゃないんだけど、相手のゴーストと戦える。楽しいですね。ではやっていきましょう。あ、地下があったな。地下ステージ。私好きなんですよね。やっていきましょう。とにかくコインを取ってくる。あの赤いの取ればよかったな。これなんか、ゴーストと競争しそうだけど、競争しちゃいけないんですよね。別に競争なんかしなくてもいい。あ、なんか今回赤いコイン取り忘れてるな。おっと、メット避けられた。メット蹴ることは重要だけど、当たっちゃいけないですね。赤いコイン取れた。なんかとりあえずライバルに負けてますね。あ、め、危な。とりあえずメット食らわらなかったですね。コインどんどん集めないと。スター欲しいな。最後のあがき。あ、どうだ。なんか相手スター取ってるな。勝てるかな。とりあえず頑張りました。うん、相手も赤コイン取ってないですね。あ、一個取ってる。こっち、赤、あ、コインの数で勝ってますね。勝てそうだ。あ、勝てましたね。嬉しいわ。最初、本当に、このキノピオランって、面白さがわからなかったんだけど、なんか今一番面白いかな。これが。今度は、空中戦艦かな。ここ行きます。ここを、とりあえずステージが見えるまで我慢しないといけないですね。赤いの取り忘れた。実はこのステージあまりジャンプしない方がいい。なんか怖いからジャンプしちゃうけど。コインラッシュ？あ、やっちゃった。あの赤コイン欲しい。やばいやばいやば。負けるかな。あ、キノコ欲しい。あ、なんか落ちまくってるな。あ、今回負けるか。それ赤を、あがきで取る。負けちゃったかな。うん。あ、なんとかいけそう。あ、コインの数、勝ってるな。ギリギリか。負けてる。あ。290。こっちは。ああ、ダメだ。負けちゃったわ。
じゃあもう一対戦相手変えるか。また地下行きましょう。赤コイン取れた。赤コインあんましポイント良くないのかな。とにかく勝つためには普通のコインを取った方がいいのかな。あ、コインラッシュ。あ、メット蹴り損じた。あの赤取っていくか。あ、やばいやば。あ、キノコ。無理に赤コインじゃなくて、この普通コインかな。あ、勝てるかな。勝ちたい。うん。赤コインいっぱい取っても、そもそもコイン取ってないと負けるゲームなんですよね。あ、でも、こういう普通のコインの数で勝ってるな。あ、これ多分勝ちますよ。絶対勝ちます。あ、勝てましたね。なんか、スーパーマリオラン、結構ハマります。値段も安いし、スマホをすでに持ってれば、追加費用もかからない。いいのかなと思います。では、バイバイ。